皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。B レジェンド上野です。今日は、弊社の、トレーナー部門の、お二人に、お越しいただいて、ちょっとトレーニングについて、少し、深掘りをしていきたいなと、思います。じゃあ自己紹介お願いします。はい。トレーナーの田中です。なんすかその、なんすかその、いや、なんかちょっと真面目そうな。真面目そうな感じ。今日はトレーナーの田中です。パワーリフティングの試合に出てます。お願いします。現役のパワーリフターさんです。で、あなたは？はい。あなたは？トレーナーの辻元です。フィジークの大会やベストボディの大会に、出場してます。フィジーか。フィジーカー なんて呼ばれたら、なんて呼ぶのが正解ですか。何が正解なんですか、これ。そもそも辻元トレーナーは何は、パワーリフター、一応私もボディービルダートレーナーでいいんじゃないですか。そうなんですね。奈良の黒表奈良のちょっと格好が良くないいいんですよ、そういう話は。今日は、はい、今日はそういう話じゃないんですよ、はいはいはい。で、お二人ともは日夜トレーニングに励んでいらっしゃると思うんですが、こう出てる競技の特性によってトレーニングの仕方が結構違ってるのかなというふうに感じてまして、やっぱりその重いものを持っていくべきなのか、やはりその、まあ、重さというよりも、まあ効かせだったりフォームだったりを意識した方がいいのかみたいな、ちょっとこう議論を今日は、したいなというふうに思います。で、結構その辺はトレーニングやっていく中で結構この動画を見てる方でもちょっとその悩んだりするところだと思うので、実際現役のトレーナーの2人にもちょっとご意見いただきたいかなと思います。じゃあ、お願いします。田中トレーナー、どうですかね、その辺どう考えますか。まあ、初心者のうちはやっぱり高重量がこなせるバーベル種目、バックスクワットであったり、まあ、ベンチプレスであったり、フラットのベンチプレス、バーベルベンチプレスであったりとかを、コンパウンド種目で、ね、多関節、いろんな関節を使う種目をしっかり伸ばしていくっていうのが大事かなとは思いますね。はい。それで言うとなんですけど、まあ、重さを扱っていくにあたっての補助種目の扱いみたいなのはどうですかね。はい、まああまりにも筋肉のバランスが悪くて、使えてなくて怪我する、多関節種目やる上で怪我するようなレベルのアンバランスであれば補助種目導入すべきでしょうけど、まあまあ極端ではない限りは最初はもうコンパウンドをしっかりやり込めばいいかなというのは、感じてますね。はい、いかがですか、辻元トレーナー、その辺は。僕も、まあ、基本は重量は扱えるだけの重量はしっかりと乗せるべき、だからまあ重量と、まあ、回数と何でしょう、フォームというか、これはまあ絶対セットなんで、重たいのでこだわるというか、まあ、もう重量にこだわるっていうのはトレーニングにおいては大事かなとは思いますけど帰ってきました、ね、そうですよね。だからこの辺多分その特にその0から1の話になってくると、まあ筋肥大っていうところを考えたとしても、やっぱり最初からある程度重量は乗せれるような種目っていうのは確かにおっしゃる通りかなとは思います。で、そうなっていくにあたって多分その競技特性みたいなところによってもその先にこう分岐が出てくると思うんですけど、その辺で言うとこうパワーリフターの観点で言うというか、まあ、そういう重たいものを扱う方にこうと目的とした場合はどういう感じでこの後進んでいくのが正解ですかね。進んでいくのが正解どういう感じで。はい、まあ、ボディメイクだとターゲットの筋肉にフォーカスするというか、というところが大事でしょうけど、まあ、持ち上げるリフティング競技だとやっぱりこういかに全身の力を上手に使うかというところですね。腕に意識するとか大胸筋に意識するというのはむしろマイナスになるので、はい、全身をうまく使うというか、であとこう効率よく力を連動させるというのと、骨格のこう一番効率のいい位置にバーベルをコントロールするっていうのが
大事になってくるかなという、まあ、テクニックとかも大事になってきますよね。あ、なるほどね。具体的な話になるんですけど、はい、そういうふうにこう重さを扱うあのテクニックっていうところと、はい、まあ、筋肥大とか種目でいうとどういう違いを持たせてるのかなというのは、はい、その辺とかいかがですか。まあ、例えばベンチプレスだと、あ、種目によってっていうところ、ベンチを例えにすると、まあ、筋トレでベンチやることももちろんあるし、競技としてのベンチプレスやるときもあるんですけど、まあ、筋トレでやるときはもうしっかりブリッジ組んで、まあ、全身をバランスよくこう力をバーに伝えて、まあ、スムーズに動く軌道でバーベルをこう動かしていくっていうところになると思うんですけど、まあ、逆に筋力トレーニングでベンチプレスをやる場合は、まあ、大胸筋狙いだとちょっとこう親指側に重りを乗せてみたりとか、まあ、軌道も、まあ、斜めに競技の場合上げたりするんですけど、うん、まあ、真っすぐにしてしっかりこう大胸筋の収縮感じながらやったりとか、まあ、ちょっとこうモーメントというか動く幅を大きくするのにナローにして、1回上げるあたりの移動距離を大きくして上げ切った時の収縮がグッと入るようにしたりとかもやっぱりしますけどね、筋トレのベンチプレスと。なるほど。今なんかその結構ベンチプレスっていう例えがすごく分かりやすいと思うんですけど、はい、そのよく陥りやすいところで本当にその、まあ、重量を扱うところを目的としているのか、まあ、筋肥大のところを目的にしているのかっていう目的が定まってない状況が起こりやすい種目なのかなという感じはあります。なのでそういうところは今みたいにご自身がどういう目的でベンチプレスをやってるのかっていうのを一旦見直すだけでも全然違うのかなというふうには思いますね。まあ、どうですか。ダンベルプレスやったらいいじゃんって話にもなるかもしれないですけど、ね、まあ、そうですね。まあ、それも一個賢明な判断の場合もありますしね。そう、ベンチにこだわる必要は確かにないかなっていうのはあるかもしれないです、はい、場合によっても。で、辻のトレーナーも今やってるその特性的に言うと、はい、こうやっぱりその、まあ、アウトラインの強調だったり、うん、細いウエストだったりっていうところが結構キーになってくる種目じゃないですか、はいはい、その辺で言うとやっぱりその種目の扱いだったりとかってどういうふうにお考えですかね。はい、基本今はもう基本は、まあ、トレーニング時間も限られますし、その競技、まあ、やっぱりアウトライン中心の、種目を僕自身は選択するという感じですかね。で、もっと遡ればもっと基本的な種目をもうちょっと前からやっとけばよかったなとか。あー、なるほど。はいはいはい。でも今もう優先順位的に僕の場合はトレーニングのこう好きなトレーニングを、うん、まあ、その好きなトレーニング時間にやりたい、うん、っていう感じですかね。だからまあその中で例えばフィジークだったら肩とか胸の上部とか広背筋とか、まあ、そういうところを重点的にトレーニングを、まあ、組むって感じです。だからあんまやっぱベンチプレスとか最近やってないなとかって感じですね。そうです。結構じゃあもう感覚に寄与する選択というか。でも先ほどおっしゃってた、はい、基本種目のやり込みっていうのはすごくわかります。なんかビッグ3をもっと真面目にトレーニング歴が浅い頃にチャレンジしてたらもっと大きくなれてたのかなっていうのは確かにあります。そうですね、なんかそういう考え方もあるのでちょっと私自身も最近ちょっとベンチプレスを始め、うん、やり始めたりとかしてるんですよ、はい、そう全然上がらないんですけど抜いてたっていうのはなんかそれをやり込むことによって体がどうなるのか。まあ正直その低レップでは全然やらないんですけど12レップくらいのまあ重量を今伸ばしていってる状態なんですけど、まあ、そういうのも一つこうありなのか。特にその中級者以上になってくるとそこってこう戻りにくいじゃないですか。そう、もう勇気いますよね。そういきなり戻ると、うん、だからなんかその辺もね一回戻って見えるものもあるのかなというふうに思いますしですね。で逆になんですけどまあ
どうしてもその パワーリフターの方だとやっぱり回数としてはまあ少ない回数でトレーニングをされる場合が多いイメージですし、その回数に比べたらやっぱりそのボディメイク系でいうとちょっと回数は幅があってより多い回数をやってるように感じるんですが、逆にパワーリフターの田中トレーナーがハイレップでやってる、まあ、辻元トレーナーがこうローレップでちょっとガツンと重いの、入れたりっていうのは、そういう、こうショック的なトレーニングを入れたりとかっていうのはします？そうですね、どのぐらいをもってハイレップというかっていうところもあるんですけど、はい、僕にとって10レップぐらいは結構ハイレップだな。そうですね、なんかその感覚ですらもやっぱり競技全然違いますよね。10回以上やったらかなりハイレップやったなっていうところなんですけど、実は、やっぱり、まあ、年齢 もう僕35、今年6なんですけど、うん、あってやっぱちょっと重いのばっかりやるのもね、関節って消耗品じゃないですか、うん、だからしょっちゅう重いのばっかりも持ってないので、そうですね、アップはまあそこそこ重いのまではやるんですけど、メインのセットはまあ2年ぐらい前まで5回とかそんなやったらメインで組んでたんですけど、はいはい、もう最近10回近くがメインセットになったり、関節へのダメージが少ない。あただその前にアップで重いのまではいきますけどね。あ、はいはいはい、あそういう選択ですか。なるほど。なんかやっぱりもう関節とかはもうお年を召されてくるとどうしてもそうですね、もうおじさんには辛いそれでもこれもう我々もまあ私もまだ20代なんですけど、結構笑って20代なんですけど我々もって同い年、同い年、え、あ、そうです、あ、そうか、後輩年、結構行ってますよねお二人すいません結構行ってます、ね、私20代なんですけど、多分これ見てる方も10代20代多いと思うんですけど、関節の問題とかって今ちょっと若さのを武器にして、はい、結構ケアがおろそかになってる人めちゃめちゃ多いと思うんですけど、やっぱ消耗品もう今若い時点から実は消耗始まってるっていうところところは、これはすごくこう大きなポイントになるのかなと思いますね。なんかこうトレーニングの仕方だったり、それ以外のビフォーだったりアフターの段階でのケアっていうのは、まあ、ちょっとこう気をつけると長く楽しくトレーニング楽しむですね。めっちゃケアするよ。あ、そうですか。ケア。何するんですかケアって。どんなことしてるんですか。いや、まあもうストレッチは まず。ああ、そう。とストレッチローラー。あるんです、あ、はいはい、ホームローラー、はい、うちも出してますね、はいはい、とか、はいはい、それをこうマッサージボールみたいなのあるんですか、ああ、アンナとか、はいはい、まあ、場所によっては水玉、ああ、はい、やったりとか、うん、あとはフロスって知ってます、ゴム、あ、はいはいはい、コンプレットフロス、はい、あれ巻いたりして、へえ、ケア大好き大事ですよね、やっぱりトレーナーっていう職業柄体が資本ですし、はい、いつ本当ね立てなくなったら食いぶちがっていう話になってきますよね、はい、大事です大事です。その反面ですよ、はい、辻元トレーナーは、まあ、さっきの話で言うと、はい、こうまあなんかボディメイクの感覚で言うと多分6レップよりもレップ数が少なくなると思う、はいはいはい、ローレップですよね、まあローレップですね、まあなんかそういうのでちょっとこう神経系でよりそのトレーニングセット重量のボトムアップを目指すためにそういうのを持つっていうのも一つテクニックとしてはあると思うんですけど、うん、その辺ってこう取り入れられたりしますよ。まあほんまたまに例えば今やったらその目的がちょっと違うんですけど、後輩がまあ入ってきて、はいはい、X3 例えばベンチプレス何キロ上がるとか、うん、え、俺何キロ上がるんやろみたいな時にすごいその感覚やってみるってさ、公言しないけどちょっと自分でやっちゃう、やっちゃう、全然できねえよみたいな、はい、まあ、スクワットとかも実際だそういう時に やる。あ、全然イメージないですね、バックスクワットやってるイメージ。そういう時こそっとちょっと自分で。そうですよね、こそっと。誰にも見られてないのかちょっと。そうですよね。あ、そういう感じで、はい、まあなんかその、こう意識的にというか、なんかテクニックとしてこうかっちり決めて入れてるっていう。っていうことはないかな。なるほどなるほど。あ、ね、まあその辺は感覚に頼って、まあ、それもまた楽しむ一つかもしれないですね。そうですね。だからまあ、ほとんどし、うん、
てないに近いかもしれない。そこいうのがきっかけで、あ、ちょっとやらなあかんなみたいなのがまたこうこの動画で喋っちゃったらちょっとやるか取り入れようかみたいな。こうトレーニングも結構決めてないんで、だからこうなんか YouTube とかで見たら、はいはい、あ、これちょっとやってみようかなとか、なんか本とか読んで、まずこういうやり方しようかなみたいなのでやってるって感じですか。じゃあ逆にまあそれくらいの感覚でもいいのかなっていうのが一つ。まあなんかそのやりたきゃやっていいし、別に私には不要だよっていう方にとっては別にまあなくてもボディメイク自体はできちゃう。いや。そんなに甘いもんじゃないと思う。いや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 、ちょっといやいいです。感覚でやっ天才肌なのかもしれない。入賞とかそのね、あの優勝とか目指すんであればちゃんとね、うん、考えてやんないとダメだけど、うん、まあまあそこそこの見た目になるっていうところでいくと続けれる楽しさっていうの。それはね。楽しくないと多分続かないんで、まず続けれるっていうのが大事ですよ。結構トレーナーさんが本来提供しなきゃいけない感覚ですよね、お客さんに。そこ大事です、うん、なるほど、うん、なんかこういう話でトレーナーのお二人と喋ってると、あの動画がこう回りまくってですね、私も正直こう聞きたいことがまだ聞けてないんですけどちょっとそろそろ、まあ、時間だとディレクターが怒ってるの で、はい、一旦ここで切りたいと思います、はい、まあちょっと、まあ、この動画の先になるのか後になってるのか分かんないですけど、ちょっとお二人を交えた動画はどんどん上げていきたいなと思ってますので、ぜひそちらもチェック今後していただけたらと思います。で、この動画、一旦これで終わりますが、もし、お楽しみいただけたのであれば、グッドボタン、グッドボタンですよね、こんな感じですねグッドボタンとあとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。あとね、下の方にコメント欄ございますので、そこに、このお二人への質問だったりとか、まあそのパワーリフターだったり、その、まあ、フィジカっていうような、まあ、今回しといて、はい、させてください、というところでちょっとまあなんか質問とかがある方も、コメントいただければお答えいたしますので、ぜひそこも、どんどんいただけたらなと思います。というわけで、今日はここまでということで終わりです。さあどうしよう、締める時どうしますかね。ありがとうございました。はい、せーの、ありがとうございました。